明けましておめでとうございます。今年も超10代チャンネルをよろしくお願いします。一人一人抱負を言っていきましょうか。はい、じゃあまず私からいきますね。お願いします。今年もみんなでやれるということで、1月からのスタートは多分このメンバーでやるスタートは初めてだと思うんですけれども、今ねチャンネルもいろんな人に見てもらってるっていうのもあると思うので、今年は登録者40万いえ50万人を目指すので、皆さんチャンネル登録毎回高評価お願いします。お願いします。本当に頑張ります。全力で本命を今年も全力で楽しんで頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。いい方法。私は2023年も毎日充実したんですけど、2024年もお仕事の面でもプライベートも楽しくいきたいなと思います。お願いします。お願いします。お願いします。私は人見知りを直します。頑張ろう。一緒に頑張ろう。はい。こちらいるから。20歳になるので、そっか。そうですよ。今年20歳になるんですよ。逃げろ。20歳になるということで、大人っぽくなりたいなと思います。あら。すぐそっち。よかった。いいね。そうだね。入っちゃってるよね。そういう枠なので、もう2024年ももっともっとさらけ出しますね。じゃあもう超時代チャンネル大丈夫ですもん。ということで皆様ね、改めまして今年もよろしくお願いします。お願いします。沖縄行きたい。変わってきましたか？本当に来る。これを練習にも。練習。ちょっと練習。はい、ということで今回の企画は2024年企画会議。飛ばしてるわ2024年から。あら。はい、もう2024年ということで、私たちがね企画会議をしちゃおうっていう企画なんですけど、もう何でもいいんだって。とりあえず実現できそうなやつでもそうだし。ねねちゃんも好きな企画何でも書いていいんだよ。とりあえずルールも書いていいんだよ。ちいかわ買い放題とかでもいいんだよ。書いちゃった。とりあえず何でもいいので企画書いて、挙手制で一人ずつどんどんこう書いてこうみたいな。じゃあ書いてきますか、早速。はい。よし、行ったもん勝ちだから。行くよ。そうだよ。お、みんな早いね。はーい。そう。せーの、ユニバ1万円分期待です。あ、あり。ユニバご飯1万円分期待です。ご飯なんだ。行くんじゃなくていいの？ユニバって書いてるいいんじゃない？ユニバ書いてるよ。なんで？ユニバにユニバに行きたい。イエーイ。はい。行っちゃって。はい。沖縄行きたい。いいね。はい。何？甘いものたくさん食べたい。食べよう。甘いものって例えば何？今一番食べたい甘いもの。ケーキ。コスメ爆買い。これ好きな子多いって絶対動画見てる子たち。じゃあ新大久保とか行きたい。めっちゃいいじゃん。行ってないしね、まだこのメンバーで新大久保ね、行きたい。はい、渋谷みんなバラバラでなんていうの、マップなしで出会えるのか。やりたいよね。これマジやりたかった。うん、やりたいです。めっちゃおもろい。え、いいよね。はい、お願いします。もうガチガチでもう赤白分かれて運動会お願いします。マジでやりたい。やろうね。頭転がしとかしたいので、青春を味わわせてください。お願いします。イケメンとデート企画。じゃあ、有田よくです。本当に。有田。はい。メンバー格付けランキング。どういうこと？だから、この間さ、それこそ泊まりの時にさ、パジャマパーティーで付き合いたいメンバーはみたいな、私あれで選ばれなかったの結構引きずってるんですよ。格付けランキングだから私はこれで1位になりたい。でもさ、何かで数字分かったらちょっと悲しくない？この中で1位はみたいな。なるほどね。とかだったら悲しまないじゃん。いいじゃんいいじゃん。そうそう、一緒にご飯食べきたい人みたいな。彼氏を作ろう。でもどういう企画なんだ？説明してんじゃん。違う違う違う。あっちで探してるからみんなで毎回集まるごとに彼氏を作るっていう。これはまあ人生で一度はしてみたいけど、まあ動画になるかわかんない。おお。わんこそばみんなで食べよう。です。これ良くない？めっちゃいいわ。いいよね。一本になるかわかんないけどめっちゃいい。はい、富士山登る。おお。大気分じゃなくてもなんか私はなんかこれで仲を深めたい。あ、しんどい時もそうなんか別に富士山じゃなくてもいいけど、なんか結構高い目標みんなで一個作ってそれに向かってなんかチャレンジして仲良くなるみたいな。姉ちゃんどう？姉ちゃんどう？富士山どう？富士山どう？いいよかった。じゃあこれ企画にできますかね。めっちゃいい企画思いついた。優勝したこの曲。心霊スポット。降りた。イエーイ。心霊スポット行きたいです。トンネル。車でトンネル。あ、事故るか。お化け。呪われる。ここ二人は比較的に心霊系の話好きなんだけど、ここ二人マジで好きじゃない？ねねちゃんと私が。大丈夫、4人で行けば怖くない。4人じゃない、4人かもしれない、ないかもしれないけど。3人になってるかもしれないけど、帰り道。そういう感じなの。ルル対クマ。どういうこと？戦わせる気？死ぬから。カラオケ。カラオケいいね。いい。大好き。めっちゃ行きます。はい、正直な意見ってこれに対して恥ずかしいです。恥ずいよね。わかるよ。この間さ、結構ねね理解王でさ、カラオケ行くって言ってたじゃん。あの日からね、なんかねすごいね来るんですよ。ねねちゃんとカラオケ行きましたか？あ、来る。本当に来る。だからこれを機にねねちゃん一緒にカラオケ行きたいと思います。すごい。2人でカラオケ行きましょう。良さそう。プライベートで行きましょう。ねねちゃん恥ずかしいんだ。でもこれ人生でやりたかった。大きなお家でみんなでかくれんぼ。いいね。やりたいやりたい。大好きなの。お家なんだ。お家めっちゃいいじゃん。いいよね。はい。ねね以外のみんなの理解を。おお。確かに。気になるね、みんなの。すいません。一日お母さん。はい、そういうことプラですね、ここの超ナショナルスタジオに赤ちゃん。一人一人、監視カメラつけてお母さんを。監視カメラ。いいじゃん。ミルクあげたり、あやしたり。赤ちゃん待ってるね。ここまで。何なのそれ。お母様。はい、これ言ってなかったよ。ドライブ。ゆったんがドライブなんかその免許を取るからもみたいな話だったから乗せてもらいましょうよっていう。いいね。なんかもうゆっ信頼できる。言ったんですか？私いや怖いかも。私はバズる企画を思いつきました。ちょっと待って、胸キュン企画。この企画の説明いたしますと、企画内容としましては、私たちここに超10代メンバー、可愛い超10代メンバー私たち集まっちゃってるわけです。ここにゲストを招いて私たちがキュンキュンさせて、誰が一番キュンキュンするか。めっちゃそれは誰を対象にするの？ゲストですか？ゲストとか小暮さんとかスタッフさんじゃないですか？胸キュンシチュエーションじゃなくて。まあスタッフさんでもいいですけど、まあゲストで招いてもいいですよ。それやることによってみんなは、あ、じゃあルルちゃん男の子にどんなキュンキュン本やるんだろう。あ、うわ、見たい。これはバズります。いや、うちらキュンキュン大好きだからね。そう、それもある。うちら大好きだから。練習にもなるしね。練習。ちょっと練習しないでよ。練習にもなるかもしれないじゃない。森の遊園地行きたい。何それ？何それ？なんか外の遊園地みたいな。なんか全部木でできてそう。嘘かもしれんけど。あれこれなんかあんの本当に。なんか水上アスレチック的な。ああ、いいじゃん。そう。めっちゃいいじゃん。行きたい。水上アスレチックやりたい。いいね。ね、多分得意かも。お、得意？運動系とか意外といけるんだ。うん。うわ、え、いいじゃん。めっちゃ見たいんだけど。先頭でちょっとお願いします。ねえ、引っ張ってもらって。言ってしまった。言ってしまった。じゃあみんなで最後これ一番いいなって思ったやつ一人書いてきますか。オッケー。はい。じゃあみんなでせーのできますか。はい。はい。いきます。せーの、じゃん。私は運動会。あ、いいね。ガチでやりたい。私はユニバです。最初から上京してね、ユニバに行ってないので、ちょっとこれを機に行かせていただきたいです。かくれんぼです。お家でかくれんぼのやつだ。楽しいな。やりたいね。森のアスレチック。おお、ねねちゃん言ってたやつだ。すごい、森か運動系。アスレチックやってみたいの。わかるわかる。水上アスレチックでもいいよ。うん。意外とみんな真面目だね。なんか恋愛系とかさ、そっち系持ってくんのかなって思ったら結構みんなマジで実現しそうなやつ狙いに。お願いします。お願いします。はい。せいせい。本当に頑張ろうね、みんなで今年も盛り上げよう。長寿でチャンネル。はい。盛り上げましょう。はい。